ハゲた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということでお休みですね。よかですね。ということで、はーい、お疲れ様でございます。今日ですね、ちょっと朝早めに、ちょっと出勤とか動いております。はい、昨日もちらっと話しましたですが、今日は福岡の方に走っております。今、どこっていう感じかな。今、田川っていうところのところ今、向かっておりますですね。はい、ちょっと30分ぐらいちょっと寝坊しました。というのも、昨日、ライブあってまして、いつもの定番のサボシマさんですかね。はい。てか昨日結構ありましたね。グリーさんもされてましたもんね。そうね。で、あと他の方ももうポツポツされてあったですよね。で、それで、グリーさんの見て、で、あのサイマンさんですかね、あのホープスペースのサイマンさんもありましたよね。で、それ見てって昨日結構横断していってますね。トントントンとこう横断しながらこう見ていました。はい。で、そこで、何ですか、あの、サボシマさん、そう、を見てたんですけど、気づいたらもう2時半、もう既得な人がしか残ってなく、サボシマさんが近所のトライアルとかセブンイレブンに行くのを見てるという、何しとるん、俺たち、みたいな感じの状況だったっすね。でね、トライアルでいつもの なんか、ね、メントスだとかね、なんかこういろいろ買って、ね、セブンイレブンに行ってみんなでコーラコールをね、あのされてましたけど、はい、まあここで言うとバレるかもしれないんで言わないんでですね、はい、これ言わんとこうと思っております。まあとにかく面白かったということですね。はい。いかがでしょうか。植物の方も、もうこんだけ寒くなってきておりますので、私んとこはもう温室ではないので、ちょっと動きはあまり期待はしておりません、という感じですかね。もうほぼ放置。はい、もうほぼほぼ放置しております。もうどれに水をあげたかっていうのも、ほぼほぼ覚えておりません、という、適当やねという感じになっております。やっぱあの、株増やすぎたらいかん。管理できないなーっていうとこですね。もうほんとやっぱちょっと大変ですわっていう感じですね。はい。で、しかも今はね、メダカちゃんまでっていう感じなんでですね。もうほんと来年だったらなんかまた増えたんないかいなとかってですね。はい。それ思います。はい。で、大阪のマスさんですね。あの、マスタさんじゃないですよ。マスさんですね。転写シールがやってきまして、私のわがままでちょっと作ってもらったんですけど、はい。まあ、あまりにもあの、バンキシャの吉野さん愛が強すぎてですね、どうしてもこのシルエットの価値が自分で欲しいっていうことで、ついに実現しました。まあ、昨日ちょっとあの、ストーリーあげましたですけど、はい。あの、ポストもあげましたよね。はい。最高っすね。あれかっこいい。自分の中で。はい。吉野さんやーって感じですね。はい。ちょっと一人満足しましたっていうところで。で、あれを応用いたしまして、シルエット鉢っていうのを作ったらええやないかっていう声がありまして、なるほど、シルエット鉢ってどんなんかなーとか言ってですね。ただちょっと絵がね、グラヤマとか。ねえぐらいしかちょっと思い浮かばないですよね。いつものあの辺ってこれないとかしかですね。はい。まああれをちょっとこう今回みたいな鉢に貼って白でこうね単色でやるっていうの面白いんじゃなかろうかっていうのはなんかまあ話は、言われてあったんですけどね。まあちょっと今考えております。だからそれとももうあのシールだけを売るのか、まあ、それとも鉢だけ売るのか、まあ、この前なんかあれでしたよね、秘密結社タートルズもそのシールだけが欲しいっていうね、方いらっしゃいましたもんね。
どうなんでしょうね。結局蜂よりもシールになるかなと言ってやっぱ思いますよね。はい、蜂自体にこう塗ったりとかするとやっぱ蜂が欲しいになってくるけど、そうよね、実際シールやったらシールだけくれよっていう話になるよね、うん、自分の好きな蜂に貼らせてくれよって言ってやっぱなるっすわね。そうだねって感じですね。はい、よっしゃ、じゃあこの続きは YouTube です。はい、パキパキさんのぼやきやっとかきです。はい、まあ田舎みちゃん知っておりますが、いやまあほんと山々は紅葉してっていう感じですね。いやしかしいきなりやっぱ寒なったですよね。やっぱ寒いわちゅうことで、結構あれですよね、皆さんの猫ちゃんだとかワンちゃんとかいろいろ飼われてる方結構いらっしゃると思うんですけど、結構猫ちゃんはもうこたつ占領されたりとかね、ワンちゃんも、こたつの中に入ってやったりとかといって、やっぱまだ寒いみたいですね。で結構あれですよね、皆さんが仕事行ってる時っていうのは家に誰もおらんかったりしたら、ちょっとこう暖房入れてあげたりとかっていう方もいらっしゃるみたいで、はーい、ね、やっぱこういう時期はなんかこうひっつきもっつきして、ひっつきもっつきっていうのは表現かな、ひっついたりひっつきまくるか、そうしてですね、過ごすっていうのが良いかと思いますよね。はい、もういよいよ結婚できんってなるんですね、もうほんと。私はそれが怖いんで、動物は飼わないようにしてるんですね。はい、絶対そうしますからね、うちの近所の自分よりも年上の人で独身の人、バツイチの人があるんですけど、でその人もワンちゃん飼ってるんですよ。でやっぱり聞いたら独身でね、だからやっぱ独身男性は動物を飼うべきではない、絶対に、結婚せんと思う。はい、これはワンちゃんの方がいいわーってやっぱなると思いますよ。だって可愛いもん、ねえ、やっぱ子供みたいな感じになるでしょうからね。子供よりは楽だ、そっちの方が。子供の方はね、もうちょっと手がつけられるでしょうから、まだ大変ですもんね。はい、まあそう言いながら、うちの子ももう、とっくの昔に二十歳は超えてますしね、下の子ももう高校卒業しようかしようですからね。はい、でこうなりましたよね、もう久しぶりにこう。なんかあったりすると、うわおっさんになったなお前みたいな感じで、はーい、多分向こうもうわハゲとジジイになったなーとか言ってね、多分思われてると思うんですけどね。はい、まあ、なかなかちょっと年に1回会えるか会えないかっていう感じでやっておりますんで、はい、まあそんなどうでもいい話ということで、まあ今日ちょっと福岡の方に行っておりまして、もう午前中もちゃっちゃーと終わらせてまたすぐ帰るような感じなんですが、はい、まあ、久しぶりですかね、福岡の方に、行くっていうのもですね。はい、いやどげんでしょうか、朝早く行こうぜ、ね、っていうか昨日の夜遅くまでやりすぎ、っていうか起きすぎやった俺も、失敗した、そんな感じですね。じゃあ今日はもうこんな感じで、もう今日の夜はやるかな、いろいろライブがあるみたいかな、ですかね、またありますよね。はい、また今日もポストを楽しみにしておきます。はい、じゃあ明日日曜日ということで、はい、まだ全然休み、羨ましかーということで、はーい、皆さん楽しんでくださいね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様です。テイクニージー。